希望峰の風に乗せては2017年のイギリスの電気映画。監督はジェームズ・マーシュ、主演はコリン・ファースが務めた。1968年にヨットでの単独無気候世界一周レースに参加した、実在のビジネスマンであるドナルド・クロー・ハーストが厳しい、自然と耐え難い孤独に翻弄される姿を描いている。なお、本作は作曲家、ヨハン・ヨハンソンの遺作となった。 ドナルド・クロー・ハーストはヨット好きが講じてヨット用機器の製造・販売を始めたが商売は早々に行き詰まってしまった。1968年、そんな彼の耳にサンデー・タイムズ・ゴールデングローブレースが開催されるという情報が入ってきた。ドナルドはそのレースで優勝すればヨットによる単独無機構世界一周航海を 史上初めて達成した人物という栄誉にまで預かることができ、それは自分のビジネスの起爆剤になるはずだ。また、妻や子供たちへの最高のプレゼントにもなると確信し、直ちに参加準備を始めた。広報担当にジャーナリストのロドニー・ホールワースを起用するなど、ドナルドは戦略的にことを進めていた。しかし、準備時間が不足していたこともあって、 自身が乗り込むヨットを完璧に仕上げることができなかった。そんな状況下でドナルドは世界一周の航海に旅立ったが、案の定、ヨットの不具合に苦しめられることになった。ヨットの建造費を借金で賄ったこともあり、レースをリタイアすることはドナルドが破産することを意味していた。しかし、このまま航海を続ければ、遭難することは必要であった。窮地に陥ったドナルドは、 ある策略を思いついた。公開日誌を寄贈して世界一周を達成したことにしてしまえばよいと。破産を回避するための苦渋の決断ではあったが、この決断がドナルドをさらに窮地へ追い込んでしまう。2013年10月、ドナルド・クロー・ファーストの電気映画にコリン・ファースト、ケイト・ウィンスレットが出演することになったとの報道があった。二千十五年一月十七日、 本作の監督にジェームズ・マーシュが起用されたと報じられた。3月31日、ウィンスレットの交番を受けて、レイチェル・ワイズに大役のオファーが出ていると報じられた。5月、ジョナサン・ベイリーがキャスト入りした。2015年5月20日、本作の主要撮影がイギリスで始まった。7月下旬にはマルタでの撮影が行われた。2017年11月、 ロードサイドアトラクションズが本作の全米配給圏を獲得したと発表した。当初、本作は2017年10月27日に全英公開される予定だったが、後に公開日は2018年2月9日に延期されることになった。ただし、本作の英国映画テレビ芸術アカデミー会員向け試写会は2017年11月28日に開催された。 それは第71回英国アカデミー賞の候補資格を得るためであった。本作は批評家から好意的に評価されている。映画批評集積サイトのロッテ点トマト図には54件のレビューがあり、批評家支持率は72%、平均点は10点満点で6.2点となっている。サイト側による批評家の見解の要約は、希望峰の風に乗せては、 コリンファースの重層的な名演に依拠してストーリーが進んでいく。ファースの演技は同作の脚本にかけている深みと繊細さを作品にもたらしている。となっている。また、メトクリティックには6件のレビューがあり、過重平均値は64、100となっている。ありがとうございます。